ジェームズ・スパーンは、シアトル在住の実業家。株式会社ドワンゴ執行役員、海軍の父親の下で、横須賀で育ったため、日本語英語療法に堪能である。現在、ニコニコ動画の北米展開を担当するニコニコ .com の代表取締役社長。大学卒業後、セガエンタープライゼスに入社。 その後マイクロソフトに移り、Windows におけるゲーム開発を支援するためのテクノロジーである DarkTex のマーケティングを担当した。この時同社のテクニカルエヴァンジェリストだったビオ100%の森駅と出会い、DarkTex を日本で普及させるための様々なエヴァンジャライズ活動を行った。1998年、ドリームキャスト向けに Windows for Dreamcast を提供。 この頃、川上行政と知り合い、日本支社の設立を渋るベイベス社の社長、ボブ・ハントレイを説得し、日本法人としてのドワンゴ設立にも貢献した。その後、XBOX プロジェクトを立ち上げ、シアトル本社勤務を経て、ドワンゴに交流。主にニコニコ生放送での NASA 取材などに貢献している。マイクロソフトがいよいよ XBOX 向けソフトの開発キットを配布へ。 ありがとうございます。